こんにちは、ピクチャルスクです。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。よろしくお願いします。今回はですね、化粧の前の下準備みたいなことをねご紹介したいと思います。もうあくまでも私のやり方だし、私はねちょっとここで声を大にして言うとですね、化粧はねそんなに重きを置いてなくて、もう苦手ですね。ほとんどね凝ったことはしません。だから化粧よりその前のことにちょっと結構ねルーティン的に重点を置いています。まずは洗顔なんですよね。でずっとこれね長いこと使ってきていますが、途中でねモデルチェンジをしました。2年ぐらい前にね、その時にちょっとおやおやと思ったんですけど、使い勝手がねそれほど変わってないのかもしれない、ちょっと変わったなと思ったかもしれない、い時もあったんだけど、やっぱ変わらないかなとも思っていて、ちょっとわからなかったのでそのままね使い続けてます。パッケージがねちょっと変わったんですよ、モデルチェンジしたかなんかで。でも基本的にも前と同じような感じだと大まかには言えるし、他のあの米ぬか石鹸と比べて、ここの牛乳石鹸という会社のやつがですね、やっぱりね一番いいなと私は思いました。いろいろ使ってみてそう思いましたね。でこのようにお湯を張ります。お湯はですね、夏場ちょっと38度だとあれなんで、もうちょっとぬるま湯、本当に顔に優しい感じ、肌に優しい感じのぬるま湯にします。でちょっとお水を足していくんですけど、徐々にこのお水の足し具合がね、ちょっとこれ実はですね、すいません、もうこの映していきながら、お水の量ちょっと多すぎました。足したのがね、このね足す量すごく難しくて、この お水を加える量の具合で出来上がりの泡 の出来上がりが決まるんですよ。でちょっと空気空気入れていくんですけれども、メレンゲみたいになんか生クリームのお水の量が多すぎると泡がね粗くなるんですよ。でちょっとこれね頑張ってもね、最初のお水の量でも頑張っても細かく泡立てようとしても、やっぱりお水の量が多いと結局最後までねうまくいかなかったりとか、いろいろあるんですね。で今回まあ中ぐらいの出来だったので、ちょっと本当にいい出来の時にも見せたかったんですけど、とてもいい出来ができた時の写真があるので、それ一番最後にお見せしますね。で今回これでやって、まあまあな泡の量としてはまあまあ泡立ったと思うんですよ。こんな風に泡立つなんて素手でやってもね、全然ネットなんて使わなくていいんです。逆にネット使うと泡がね潰れるかなと思うんですよね。なんかそのようにも習ったし、で私このやり方っていうのはですね、同級生の美女になんかちょっと習いましたね。もうすごい昔にです。でこんな感じで乗せていくんですけど、この のりももっとね泡がカチンカチンにうまく立っていると、強い泡っていうか、なんか弾力性のある泡がやると仮面の白いね、なんかそういう感じみたいに見えるぐらい、持ち悪いぐらいに見えるんですけど、ちょっと今薄かったですね、のりがね。こうやってバシャバシャっとね、この後ぬるま湯、組んでおいたぬるま湯をバシャバシャかけていくんですけど、ちょっと泡が多すぎたので、もう泡を抜いてぬるま湯継ぎ足してちょっとバシャバシャってやりましたけど、この後にタオルを折ってですね、ふんわりとなんか優しくな、こすったりしては絶対ダメですね。そういう感じです。顔洗う時もこすっちゃダメなんですよ。泡をあくまでもバシャバシャっと、お水と泡の間にできる空気、これをねが重要なんですよね。でこの後です、すぐこれから数十秒後にですね、こちらの乳液と化粧水に移るんですけど、私ですね、一度ですね高い化粧品とか使った時になんかブツブツとかできちゃったんで、もう高い化粧品意味ないわということになって、こういうもうダイソーのやつにしてます。でダイソーでロングセラーのアロエ乳液を使っています。前はね米ぬか化粧水っていうのがあったんですけど、廃盤になっちゃったみたいで、そこからアロエ乳液に切り替えました。でポイントはね、しっとりというタイプを選んでおりますね。これねいいんです、乳液も化粧水もセットになってますの で、ちょっと顔も全然映らなかったんですけど、3枚仕立てにコットンをやって3ついっぺんに使うんですよ。ちょっと贅沢ですけど、1枚じゃダメです。で素手もよなんか手の方に行っちゃうみたいなんで、こういう風にコットンでやるといいと思います。でまず化粧水の方をたっぷりと含ませてパン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 やってきます。小刻みにパン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 やってきます。全体的に T ゾーン U ゾーンって顔って分かれると思うんですけれども、特に私の場合は U ゾーンがなんか乾燥肌だった過去があるんですよね。
なのでそれ以来 U ゾーンを特に中心にやるんですけれども、もちろん T ゾーンも、 T ゾーンはテカリがちでなんか油がちゃんと乗る、ちゃんとというかなんかあの割と水分はねあるんです。だけど U ゾーンが乾きがちなんです。冬とかだと分かるんですけど。でその後ですね、乳液を今度はパンパンじゃなくて、あのこれもたっぷりあの出して、でくるくる円を描くようにね、なんか撫でる、撫でていくんです、優しく。で それ同じコットンの、そのさっきの3枚仕立てで続きでやればいいんですけど、なんかそんな感じです。私思うんですけどもね、今のご紹介した一連のね、洗顔からこの乳液まで、そのメイクの手前までの段階のことって、あのこれですね、私ね夜もやるんです。朝と晩両方やることのルーティンです。で夜はお風呂の中でやりますね。であのお風呂の中はどうしても乳液とかなんかあの化粧水は後の話ですから、お風呂出てからなんで、さっきですねあの顔拭いてから10秒後って言いましたよね。なのでお風呂から出たらあのいち早くあの化粧水にたどり着くといいかなと思ってますね。そういう感じで意識してやってますんで、あのですね、そうすると このことってあの男女問わないなと思います。男の人もですね、あの結構ねやってる人はねやってます。洗顔とかまでなら、ファンデーションさすがにビジュアル系の人だと思うんですけれども、あの男の人でもね美意識強い人いましてね、とてもそれすごいいいなと思うんですけれども、あのやっぱりね洗顔はやってますね。泡立てやって、で特に何かねあの顔にその後のメイクとかあるわけじゃないんですけど、なのでですね、あのぜひねあの男女問わずちょっとこのことをねご参考にどうぞね、あの全然本当に関係ないと思うんですよ、性別ということでした。それでですね、さっきお話ししてたあの大成功した時の泡の写真があるって言ったのがこれですね。これぐらいねキメが細かくて硬い泡だとあの成功したと言えますね。今回はそれから思うとちょっとあんまり成功じゃなかったような気がします。ちょっと加えすぎました、思わず撮影してるからってことでなんかちょっと力んでしまってあの湯をね加えすぎたんです。だけどね適度、そのうまい具合の湯の加え方で同じようにやればこんな感じで、これ手横にしてるんですけどそれでも下に落ちてませんよね。こんな風にね壁にねぴったりへばりつくんですね。そんな感じのキメの細かい泡ができると顔にね白い仮面のようななんかジェイソンみたいなそんな感じになって乗るんですよね。その後パシャッパシャってあのやっていくとあのすごくこのいやすっきり感っていうかね、ああ綺麗に なった感じがなんかわかるんですよ、自分で。いい時と悪い時がね。あとはねこの洗顔をやるのいいとこっていうのは肌の調子がある程度わかるみたいな感じですね。泡をこう乗せてでバシャバシャってやるときにわかるんですよ。で肌の調子が悪いときはザラザラした感じが なんとなく手とその湯か手と皮膚、顔の皮膚と水と3つ、酸素3つのものが重なりますよ。そのときに何か手あのわかるんですね、その感触で。そのときに肌の調子のバロメーターというかなんかそういうのを測るのにもこの洗顔やってるとちょっとあの調子悪いの最近とかね、なんかそういうことを気にするのなんかあの測る何か物差しみたいな感じにもなりそうな感じにしました。これをやって土台だとすっぴんの日でも別にこのままいいし、あとはこのあと化粧をしていくときには BB クリームを塗り始めたりとか、もう一度 BB クリームを塗る前にこの同じ乳液を下地に塗ってからみたいな感じでやったりします。そうするとこれがベースにあるとですね、お化粧の例えばファンデーションだったりそのアイライナーだったりとかシャドウだったりとかね、その辺がねあのだいぶこれの影響でベースがなんかこういう風にやれてるとノリみたいなのがね多少良くなっていくんじゃないかと感じています。わかりません、私も化粧法があんまり上手じゃないのでね、あのただその私でもちょっと多少感じるということですね。こういうのがしっかりできてる時にはねいい感じにね粉とかがね乗っていくんですね。というぐらいなんか基本的なことなんですけど、やっぱこっちそのお化粧ちょっとその前にこれ大事かなと思います。この洗顔とかですねベースのことですね、地味ですけどなんかあの乗せていくっていう手前の
準備みたいなこと結構これ目を向けたらいいかなと思いますね。別にそんなに高価なものを使ってるわけじゃないし、ましてやもう100円ショップで買った化粧水と乳液なんか使ってますし、この石鹸もですね3つでなんか400円とか全然高価なものではないですので、で米注意しなきゃいけないのは、米ぬかでもねいい泡立ち方をするものと全然変な泡立ち方をするものがあって、で一瞬硬い泡が立ったのかなと思うまやかしみたいなの石鹸もあって、米ぬかと書きながら、それがねどうも油っぽいんですよね。なんかね油が入れてある感じがすごくして、しっかり成分見てなかったんですけど、なのでいろいろ米ぬか石鹸も名前だけ調べるといろいろあるんですけれども、その中でもやっぱりこのここのこの牛の絵が描いて稲穂の絵が描いてあるこの牛乳石鹸という会社の、やっぱ石鹸の会社ですもんねここね、もともとね、だからそこの会社のやつがね一番だなと私は思っていますね、というご紹介でした今回は。はい、では終わります。ありがとうございます。